小田実のる6月2日から2007年7月30日は、日本の作家、政治運動家。体験記何でも見てやろうで、一躍有名になった。日本に多い詩小説を批判し、全体小説を目指した。九条の会の呼びかけ人の一人。妻は、画家の厳州恵大阪府大阪市出身。旧制天皇寺中学に入学するが、学生改革により、 新生大阪府立夕日が丘高等学校に進学し、東京大学文学部言語学科を卒業する。大学卒業後は、代々木ゼミナールで英語科講師、1958年米フルブライト基金により渡米。その後、1枚の帰国用航空券と持参金200ドルで世界一周旅行に出かけ、一泊1ドルのユースホステルなどに宿泊しながら、 世界のあらゆる人たちと語り合った。現在のバックパッカーの走りともいえ、その体験記、何でも見てやろうはベストセラーとなり、小田ミの名前も一躍有名になった。一枚の航空券を持って世界を駆け巡る習慣はその後も続き、小田ミの作家活動、思想形成の基本的スタイルとなった。1960年安保闘争の時期から平和運動を開始する。 ベトナム戦争期は、ベトナムに平和を。市民連合、日本はこれでいいのか、市民連合を結成。ソビエト連邦の崩壊により、小田が KGB から資金的、物理的援助を受けていたことを裏付けるソ連側の機密文書が公開され、その歴史的評価が大きく下がることとなった。百七十四年の第十回参議院議員通常選挙に参議塚闘争の、 指導者である、戸村はじめ作が出馬すると、ウイジュン浅田光つてるらと共に、三ズ塚闘争と戸村はじめ作氏に連帯する会を発足させた。一貫して、市民の立場を取ることを信条としている。左翼とみなされる場合が多い。マルクス主義には、会議的で、マルクス主義における党組織論は、カトリックと似ている。マルクス主義者は真理を独占していると考えているが、 人間の行動の動機は、財産欲による場合よりも性欲による場合が多い、などと述べている。2005年の衆議院議員選挙では、土井高子が事実上の政界引退を表明したことに、遺憾の意を表し、社会民主党支持を明らかにしている。竹内雄によると、小田実は、何でも見てやろうで、一躍有名になった当時は、リベラルサ派のように見えたという。 しかし当時の論壇は左翼によって設計されていたため、小田は良心的扱いの右翼の扱いだったという、小田自身以下のように記している。討論番組は普通右から一人、左から一人、真ん中が中立で、これが司会者を務めるものだが、私が右の代表者として招かれていることだ。後年になって、ベヒラレンの運動で左と 自他共に目される人物と、あまた付き合うようになったとき、この頃の私について、新しらでの、右翼が出てきたと思っていたと彼らに言われて驚いた。小田実後書きとしての年譜、小田実評論戦4、ちくま処方、2002年7月2007年7月30日、胃がんのため、東京都内の病院で死去、75歳だった。1970年代に、 当時の軍事政権に迫害された韓国の近代中の救出運動にも加わったものの同時に北朝鮮を地上の楽園と賛美するキャンペーンを行った進歩的文化人を代表する一人でもあった。例えば小田実は私と朝鮮の中で第三世界にとってかつては日本が進歩のモデルだった。しかし今そのモデルは例えばアフリカの多くの国にとって 北朝鮮にとって変わられようとしている。彼らの暮らしには、あの悪魔のごとき税金というものが全くない。これは、社会主義国を含めて、世界の他の国には、未だどこも見られないことなので特筆対処しておきたいが、そんなことを言えば、人々の暮らしの基本である食料について、北朝鮮が、ほとんど完全に自給できる国であることも述べておかねば、ならないだろう。と書いている。 また、北朝鮮訪問した際にはを、近日生にインタビューを行い、そのインタビューは、月刊プレイボーイに掲載されている。そして北朝鮮側が、日本人拉致を認めた後は、1963年に、日本が韓国との国交正常化に歩み始めた、時から北朝鮮とも、国交回復していれば、拉致はなかった。小泉首相は、拉致家族に、 国の政治責任を謝罪すべきだ。日本政府は拉致された人がどう死んだのか、誰をどう処罰したのか、北朝鮮に明らかにさせなくてはならない。この救命と国家保障の追求が国交正常化の第一歩だ。一方、日本は朝鮮半島を植民地化する国家犯罪を犯した。金正日は少なくとも拉致について謝罪したが、 日本は従軍慰安婦問題で謝罪も保証もしていない。今こそこれをすべきだ。日本が国家犯罪を生産せず、国交ができないために北朝鮮の国家犯罪による自国の犠牲者を生んだ。日朝両国が国家犯罪を認め合い反省することが、これからの国交の土台となる。2002年9月18日付、東京新聞長官社会面。 日朝首脳会談拉致事件、静止判明指揮者の声、市民の声と北朝鮮による日本人拉致の責任を日朝国交樹立の遅れに求めている。また、北朝鮮の諸問題の原因は日本を真似たためだ、というような発言を、自身のホームページのコラムシン、西来闘争第4回に書き、週刊新潮2006年11月30日号、ベヘーレン、 小田みのるは、今も、北朝鮮の味方という証明により批判された。1963年夏に、韓国広報部の招待で訪韓し、韓国何でも見てやろうを発表したが、当時左翼は、社会主義イコール北朝鮮イコール前、韓国イコール、アメリカ帝国主義の手先の構図であったため、訪韓しただけで、新手の右、敵扱いされ、中央公論で、 藤島う大と対談。藤島は韓国何でも見てやろうを。池田首相が国会答弁で言っていたことと同じだったんだよと国評。小田は藤島さんも北戦のことについてもっと素直に批判なさったらいいと反論しており、後年の北朝鮮大さんとは異なる反応をしている。竹内雄によると、そのようなスタンスであったからこそ、宇都宮徳馬から資金は自分が出すから、 自民党の平和憲法擁護派として選挙に出てくれと依頼されたという。1969年7月在日朝鮮人や被差別ブラック民を扱った小説冷え物を発表。この作品における4つ得たなどの表現をブラック解放同盟が問題とした。これを受け1971年3月8日。 関西部落問題研究会を名乗る団体のメンバー、約10人が、部落解放同盟の代理人を買って出る形で、ベヘイレン事務所に押しかけ、冷え物を差別小説として、小田ミルとベヘイレンを求断し、作品の抹殺を要求。この時、関西部落問題研究会は、大対に出た吉川祐一に対し、重いスパナを手の中でます。 吉川の机に太い木々を突き刺して脅す、丸めた新聞紙で吉川の頭を殴るなどの老石を働き、対話はほとんど成立しなかった。これに対し、小田は1971年11月、ある手紙を書いて、関西部落問題研究会の要求を退けると、ともに、冷え物に同じ長さの批判文を含めて一冊の本として出版したいので、 批判文を書いてもらいたいと提案。すると、関西ブラック問題研究会が姿を消してしまったため、ブラック解放同盟の肘形鉄に批判文の執筆を依頼。結局、土方による、冷え物への私の批判を閉録する形で、1975年、川出書房新社から、冷え物を出版した。1990年1月18日に発生した、 本島と長崎市長への銃撃事件に際して日本は自由主義のはずではないのか。自由主義の根幹は言論の自由だ。それなのにルーマニアのチャウシェスク政権と同じような体制を作ろうと考えている人々が存在するということだ。という談話を出した。阪神、淡路大震災の体験から自衛隊を災害救助隊にと活動していた。しかし一方で、 震災の時に俺は被災した。なんでマスコミは被災した俺のところにインタビューに来ないんだうんん。言っていることを自分は人角の見識を持っていて被災したんだから俺のところに取材に来るのは当然だと考えている。呆れたやつ指導者気取りの最悪のやつと吉本隆明に評されている。これまで多くの小説、評論、エッセイを出しており、 中でも代表作である1961年の何でも見てやろうは多くの若者たちに支持され当時のベストセラーとなった。1988年に広島でチュニスでのアジアアフリカ作家会議によりロータス賞1997年に短編アボジオフムで川端やすなり文学賞をそれぞれ受賞した。黒子和夫、小田実、ただの人の思想と 文学弁成出版2002年。ISBN4 億5850万4082。ありがとうございます。